皆さん、こんにちは。永瀬正敏さんは女優の小泉今日子さんと離婚した後、誰とも再婚せずに現在に至っています。しかしその理由が中島美嘉さんだと言われています。これは一体どういうことなのでしょうか。離婚した中島美嘉さんと永瀬正敏さんに結婚の可能性はあるのでしょうか。永瀬正敏さんは小泉今日子さんと離婚した後、4年間もの間中島美嘉さんと交際していました。結婚間近とまで言われていたのですが、結局結婚をせずに中島美嘉さんはバレーボール選手の清水邦広さんと結婚しました。雑誌で共演するなど公私ともに順調な4年間だった永瀬正敏さんと中島美嘉さんがなぜ結婚しなかったのでしょうか。中島美嘉さんとの交際期間中は都内の飲食店やインテリアショップを堂々とデートしている様子がスクープされたり、中島美嘉さんの母親を交えた食事会を開催したりと交際は順調そのものでした。ですが一方ではこんな情報もあります。ほぼ毎日中島美嘉さんが永瀬正敏さんに対して結婚してと迫り続けていたことから、嫌気がさして永瀬正敏さんが距離を置いたとする話があります。そんな対応を目の当たりにした中島美嘉さんは永瀬正敏さんに愛想を尽かし他の男性に目移りしていったということです。20代の中島美嘉さんにとってみると17歳も年上の永瀬正敏さんはとても大人で魅力的に映っていたのかもしれませんが、結婚願望が強い中島美嘉さんは結婚に二の足を踏む永瀬正敏さんのことを待ちきれなかったのだと思われます。永瀬正敏さんが結婚に後ろ向きだったのはやはり小泉今日子さんとの結婚生活や離婚の記憶が鮮明に残っていたからでしょう。永瀬正敏さんは自分の目の前に与えられたことを真面目にじっくりと取り組む性格の持ち主です。最終的に結婚まで至らなかったのはお互いの仕事が忙しすぎたためだとも言われていますが、どちらかといえば永瀬正敏さんが結婚を煩わしく感じ仕事を優先させた格好です。また中島美嘉さんに関するこんな情報も見つかりました。仕事が本当に心から楽しく結婚生活を続けていけるという自信があまりない、そんな自分のことを理解してくれる人なら良いけどという思いを同時に抱いていたとされています。中島美嘉さんの方も一方的に求婚していたとはいえ仕事を優先させた格好だったようです。永瀬正敏さんと中島美嘉さんが出会ったのは2002年7月から9月まで日本テレビ系で放送されていたドラマ私立探偵浜マイクでした。当時の永瀬正敏さんの年齢は36歳、中島美嘉さんの年齢は19歳でした。交際がスタートしたのは共演からおよそ2年後の2004年とされています。小泉今日子さんと離婚したのが2004年2月22日でしたので、もしかすると一時的に不倫関係にあったということも考えられます。永瀬正敏さんは中島美嘉さんと破局後特に浮いた噂はなく、ひたすら仕事に邁進しています。これまでの俳優業に加え最近では写真家としても精力的に活動しているそうです。またアクセサリーデザイナーとしても活躍しており、固定客も数多くいるとのことです。永瀬正敏さんの俳優業に対するスタンスは、自分自身が気に入った企画であればそれがたとえ小さな規模の企画であっても徹底的に挑戦するというスタンスです。俳優としてとても筋が通っていることから、浅野忠信さんをはじめとして永瀬正敏さんを信奉する俳優さんが数多くいることでも有名です。そんな一本筋が通った俳優であることから、台湾でも永瀬正敏人気が沸騰しているそうです。永瀬正敏さんが主演を務めた台湾映画かの1931海の向こうの甲子園が台湾の映画史上空前の大ヒットを記録しました。日本では2014年12月に公開され、なんと興行収入が12億円を超えるという大記録を樹立しました。永瀬正敏さんの仕事に対するひたむきな姿勢が評価を得て、ついに前人未到の世界初を達成しました。それは世界で初めて3年連続でカンヌ国際映画祭に永瀬正敏さんの出演作が出品されるという偉業を成し遂げたのです。ここまで順風満帆な人生を送っているかに見えますが、実は永瀬正敏さんは病気のために一時俳優業を含めた全ての仕事を休んでいた時期がありました。
休業期間は半年に及びました。永瀬正敏さんを休業に追い込んだ原因は腎尿路結石でした。腎尿路結石は腎臓内に結石ができてしまい、その結石が体外に出る際に相当な激痛が伴う病気です。このため映画「毛量の箱」を病気のために降板したそうです。ちなみに腎尿路結石に関しては腎臓内にできた石が外に排出された時点で治る病気ですので、現在は完治しています。病気を克服し仕事面では順風満帆な永瀬正敏さんですが、気になるのはやはり今後の中島美嘉さんとの関係でしょう。中島美嘉さんは2018年2月にバレーボール選手の清水邦広さんと離婚していますので、一部では元彼である永瀬正敏さんと再婚する可能性がささやかれています。中島美嘉さんは現在これまでにも増して音楽活動を本格化させているため、プライベートな時間はほとんどない状態です。一方の永瀬正敏さんは俳優、写真家、アクセサリーデザイナーとしてマルチに活動していることから、永瀬正敏さんと中島美嘉さんがすぐに接近するということは考えにくい状況です。こちらに関しては今後の動向をつぶさに見守りたいと思います。永瀬正敏さんが小泉今日子さんと結婚したのは1995年2月ですが、その9年後の2004年2月に離婚しました。お互いのブログで離婚について以下のように綴っていました。永瀬正敏さんは夫婦というより兄弟のような感じだった。小泉今日子さんはいつしか家族としての絆を深めていくことを忘れてしまっていた。お互いの将来を考えての離婚であり円満離婚だったというのですが、果たして本当なのでしょうか。一部情報によると小泉今日子さんの細かいことを一切気にしない、とても大雑把なところが離婚の原因なのではないかとも言われています。目の前のことを着実にじっくりゆっくりと進めていく永瀬正敏さんとは性格が全く異なることから、価値観の違いが大きすぎた可能性があります。この価値観の違いは子供についても露呈していたようで、小泉今日子さんは子供が欲しかったのに対して、永瀬正敏さんは子供よりも自分自身のことに専念したいと考えていたようです。小泉今日子さんは専業主婦願望が強かったのに対して、永瀬正敏さんはそれを認めなかったとも言われています。またこの他にも日常生活において入浴の仕方や食事面についてお互いに不満があったという噂もあります。人生観、子供、仕事、さまざまな面での価値観の違いが離婚の原因になったということで間違いないでしょう。永瀬正敏さんは宮崎県立と城西高等学校の質実剛健な教育方針に違和感を感じ、父親の反対を押し切り上京することを決断します。当時の年齢は16歳でした。日本大学鶴岡高等学校に再入学し、映画のオーディションを受けながら高校に通うという生活を続け、見事1983年に映画デビューを果たします。上京してから1年程度で映画デビューが決定するというのは極めて異例なことでした。永瀬正敏さんの映画デビュー作はションベンライダーなのですが、この時の経験が現在の永瀬正敏さんの俳優としての仕事に大きく影響しているようです。僕は永遠にまあまあの役者なんですよ。というのもデビュー作の現場で相米監督に一度も OK をもらえなかったんですね。それでいつか相米監督に心から OK を言わせるような役者になりたいと思って、でも相米の親父は先に行ってしまったから永遠に彼の口からはもらえない。だからもっと良くしよう、次も頑張ろうという思いが続いているんです、と自身の俳優像について語っています。永瀬正敏さんの飽くなき探求心が俳優だけではなく写真家やアクセサリーデザイナーとしての成功に導いているのでしょう。そんな永瀬正敏さんが役作りのために2週間で 12kg の減量に成功し、痩せこけた姿で病院のベッドに横たわる衝撃的な写真が公開されたのは2011年のことでした。元妻で女優の小泉今日子さんと夫婦役で共演することで話題の映画「毎日母さん」の撮影中の一コマです。アルコール依存症と格闘の末全身をがんに侵され、抗がん剤により毛髪も抜けてしまうこの役を演じるために
永瀬正敏さんは食事制限などのさまざまな方法でダイエットを敢行しました。髪を剃り落とし、眉毛も抜いて役を体現しました。いかがだったでしょうか。今回は永瀬正敏さんについて深掘りしてきました。俳優そして写真家としても有名な永瀬正敏さん、写真家としても実に20年以上のキャリアをお持ちだそうです。とても長くて驚いたのですが、写真を始めた経緯はどういうものなんでしょうか。永瀬正敏さんの祖父が写真師でした。写真館を営んでいらっしゃったそうです。その祖父の影響、そして30年前にデビューして撮られる側になって、素晴らしいカメラマンさんたちと仕事を通じて親交を持たせていただいているうちに、カメラでも買ってみようかなっていうのがきっかけだったそうです。祖父宗則さんは上で述べた通り写真師をされていました。写真師とは街の写真屋のことを指すようです。祖父の父、曽祖父が見せてくれた戊辰戦争の写真に心惹かれ、次第に写真の魅力に取りつかれたといいます。写真師の最も重要な技術と言われていた写真の修正技術に長けていて、商売は繁盛したそうです。しかし戦争が終わって商売が厳しくなった時に、カメラを食料に変える必要が迫られ、その話で結局カメラを騙し取られてしまいました。この日を境にカメラをやめてしまったそうです。つまり永瀬正敏さんが写真を撮るのは祖父のためという側面もあると言います。カメラが奪われ写真を撮れなくなってしまった祖父がいたからこそ、今の写真家としての永瀬正敏さんがいました。俳優だけではなく永瀬正敏さんの写真にも注目したいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。